ご覧いただきありがとうございます。本日取り上げるお話は、少し前のお話になるんですけれども、乾隆史選手が、セレッソ大阪を退団したということについてお話ししたいと思います。で、結論から申し上げますと、退団してよかったかどうなのかなどについてはもちろん、選手本人であったりとか、ファンやクラブ、サポーターとか、関係者の方にしかもちろん分かりませんので、どれが良かったかどうこうなんていうのは言えることではないんですけれども、一サッカーにわかファンとしてですね、思いの丈をお話ししたいなと、思っております。で、今回退団した経緯を振り返りますと、皆さんご存知の通り、4月5日の J リーグ第7節柏レイソル戦で、交代を命じられた乾選手が、不満を示して、その言動が問題視されて、結果的に謹慎処分が食らって6月9日に退団するという流れになったんですけれども、で、その良かったと言いますか、セレッソすごいなって思う点なんですけれども、その4月5日の柏戦以降、翌節のヴィッセル神戸の試合にも勝ちまして、これJリーグの試合だけの成績表なんですけれども、第14節のガンバ大阪戦、ガンバダービー、大阪ダービーとの試合の後もこれ含めて3連勝してますし、あと昨日の川崎フロンターレ戦にも勝ちまして、なんと王者の川崎フロンターレに対してダブルを食らわせてですね、前回その川崎のホームで行われた第6節、乾選手が大活躍したこの4対1で勝利した試合もかなり驚いたんですけれども、今回のね、今回の昨日の試合もかなり痺れましたし、その結果ですね、セレッソ大阪は順位5位に今つけてまして、横浜 F マリノスかなり順調なので、ポイントとしては10ポイント空いてしまってるんですけれども、ただ3位との勝ち点差っていうのは、まだ4ポイントですし、まだまだわからないというか、かなりいい成績で今のところ来てるなっていうのが、正直なところですね。で、そのセレッソ大阪、ここまたすごいなと思う点なんですけれども、シーズン中に抜けた選手とか、怪我で離脱した選手かなり多くてですね、瀬古歩夢選手とかはスイスのグラスホッパーに行きましたし、坂本達弘選手もベルギーのオーステンデかな、完全移籍してますし、あと丸橋選手が手術したりとか、清武選手が靭帯損傷したり、山中選手も怪我したりとかもあった中でこの成績を収めているというのがすごいですよね。この J リーグだけではなくて、天皇杯とかルヴァンも今まだ勝ち残ってますんで、選手層の厚さもそうですけれども、攻撃監督はじめかなりチーム状態雰囲気いいんだろうなっていうのは見ていて、思いますね。で、ちょっとここからはね、今回の、騒動というか、事件といいますか、に対して良かったのかどうなのかっていうところなんですけれども、やっぱりその伝統の、セレッソ伝統となっている背番号8番ですよね。このエースナンバー8番、もちろん森島社長から始まって香川選手、清武選手で、柿谷選手ときて今回乾選手なんですけれども、クラブ愛かなり強かった生え抜きの柿谷選手がですね、退団してしまったり、個人的にはもう一生涯セレッソ愛貫くんだろうなと思ってたんですけれども、まさかね、退団して名古屋に行くとはっていう、当時そのガンバからね、ライバルチームのガンバから柿谷選手に対してオファーがあって、で、その当時のニュースでいうと、クラブ関係者、幹部が、99.9% セレッソに行ってしまうというちょっと諦めコメントが、どこまでほんまかわからないですけど、そこが出てたりとか、そういったちょっとごたごたがね、垣間見えた上での対談になって、今回の乾選手の8番を継ぐという流れでこの騒動なので、そのただえさえ重たいこの背番号8番が、ちょっと別の意味で重たくなってしまわないかなという、セレッソ大阪ってね、皆さんご存知の通り、育成年代かなりしっかりしていて、ユースから、丸岡選手とかであったりとか、南野選手もそうですけれども、本当に有望な選手がどんどん出てくるチームで、ここに来て、やっぱりね、もし8番を告げるっていう選手が今後来た時に、
やっぱりね、違う意味で重たい背番号になってしまうんではないのかなっていうのが、一にわかファンとしては気がかりです。で、あともうこれもかなり驚いたんですけれども、当時ね、エイバルから10シーズンぶりにセレッソ大阪に復帰するという乾選手のニュースを見たときに、個人的に本当びっくりしまして、まあ、というのも、乾選手ってセレッソ大阪とかなりごたごたして対談したイメージが当時あったんですね。で、あれ確かなんかそのな どうだったかなってこう調べたら、やっぱり当時のレビー・クルピ監督とのまあちょっといざこざといいますか、まあ、今回似たような形でシャワールームのちょっとガラス割っちゃったりとか、まあ、そしてごたごたした上で暴風もいった、まあ、イメージがあったので、まあ、復帰するってなってかなり驚いたんですね。まあ、関係良好だったっていうのはもちろんいいことなんですけれども、まあ、だから今回そこへ来てこの、まあ、事件といいますか騒動があって、やっぱり正直おまたかと、おまたかいっていうのが正直なところで、まあ、ちょっと驚きましたね。なので、まあ、ちょっとね、クラブのイメージとか含めてよく悪くなってしまうのではないかなっていうのがもちろん心配としてありますし、であと今回そのね、騒動があった後に FC 東京に在籍しているレアンドロ選手が、まあ、ツイッターの方で、まあ、選手が交代するときにはハッピーでないといけないの、ないのはまあ冗談なのかと、まあ、要は幸せでないといけないのかと、まあ、不満示してはいけないのかっていうようなツイートなんですけれども、まあ、個人的にはもう僕もそう思う方でして、やっぱりそのね、選手試合中かなりアドレナリン出てますし、やっぱりどうしてもね熱くなってる一方、どうしてもそういった態度を示してしまうっていうのはもちろんあると思いますので、まあ今回謹慎処分しかり、まあ、練習参加も禁じられたところも、まあ、しかりですね、ちょっと厳しいんではないかなと。まあ、もちろんね、そのロッカールームの問題とかその後のスタッフへのまあ、言動であったりとはもちろん全く見えない部分なので、まあ、そこに対してどうこうとはなかなか言えないんですけれども、まあ、ちょっと一概やから見てるとちょっと厳しいなというのが正直なところですね。で、まあ、ね、比べられるものではないですけど、例えばその鹿島アントラーズのディエゴ・ピトゥカ選手、まあ、今年で言うとね、同じく交代の時に不満を示して、まあ、ピッチサイドにあったペットボトルを蹴り飛ばして、まあ、観客席の方に当たったのかな、まあ、っていうまあ騒動もあって、まあ、ピトゥカ選手の場合はね、すぐレッドカード提示されて、すぐに謝罪のジェスチャーして、まあ、謝罪コメントを出して、まあ、要は一概にね、乾選手と比べられるような、まあ、一括りにしてお話しするっていうのは難しいと思いますけれども、まあ、昔で言うと金崎ムー選手とか、本当ね、やっぱこう選手としては、そういった不満を示すっていうのはやっぱりあったりしますから、ので、まあ、ちょっとね、本当今回この流れで復帰できないまま退団したっていうのはかなり残念だなっていうのが正直なところですね。まあ、ただ、そのいずれにしても、まあ、起きてしまったことはもう仕方がないので、変えられるのはまあこの先未来っていうことですから、まあ、ね、乾選手って本当になんかサッカー、まあ、サッカーが大好きですごいもう純粋な、本当こう戦術守ってんのかなって思っちゃうぐらいの、まあ、すごい楽しそうなプレーを見せてくれますので、まあ、一日も早くね、まだチーム決まってないですけれども、チームが決まって、まあ、もしかするとね、今ジュビロの話も出てますし、海外移籍もなくはないって本人コメントしてますんで、まあ、分からないですけども、シントトロイデンあたりが取ってね、まあ、セレッソ時代の香川選手と一緒になんてことがあると結構胸熱なんですけれども、まあ、いずれにしても一日でも早くね、乾選手がプレーするところっていうのを見たいなと、はい、にわかファンとしては思っています。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。失礼いたします。